どうも、中野とピロリチプロテおいチャンネルです。さあ、というわけで今日はね、今シーズン初めて、マリンに、ね、行くんですけども、この後、今海浜豊砂、幕張豊砂駅にちょっとね、座ってます。佇んでます。結構早く着いたので、ね、さあ、というわけでね、久々の、企画というわけではないんですけども、普段ね、皆さんの野球場行く方、何を持ってってんのかなっていうのがね、ちょっと気になりまして、そのリサーチじゃないですけども、僕はこれを野球場に持ってきますというのをね、今日の持ってきたグッズを紹介してね、いきたいなと思います。まずはね、ちょっと風がね強いんですけど、まずはチケットです。先ほど引き換えました、ね、これを忘れたら入れませんからね。そして、ユニフォーム、今日はね、朗希くんが先発ということでユニフォームを、ね、持ってきたんです。ちょっとね、画面だと分かりづらいんです。なんかね、ちょっとコーヒーかけられたみたいなんで、ちょっと黄ばんでるんですよね。だからちょっと後ろにね、座ってる方がちょっとこいつなんか汚ねえなみたいになるのがちょっと不安ですね。後ろからやじられないかが不安です。さあ、そして次はミマッチのクッションね、これちょっと僕はお尻が弱いんで、これを引きながら、これもちょっと、ちょっと黄ばんでん、だいぶ全体で黄ばんでんの気になります。これを引きながらですね。さあ、あとはタオルですね。今日は結構ね、選手のタオル持ってるんですけど、石川選手とかね、一軍いない選手も多いんで、今日はまず和田くんですね。和田くんタオル、これはホームラン打った時のタオルです。さあ、そしてもう1枚ね、持ってきました。もう1枚が、ちょっと風よ、もう1枚が、甲子郎選手ですね。甲子郎選手、和田くんと甲子郎選手のタオルを今日ちょっと持ってきたんで、出てもらえると嬉しいですね。こっちがダイソーで出た時かな。でこっちが先発で出た時に掲げようという、ね、ことです。まあ、2枚ぐらいないとちょっと暑い可能性もあるんで、そう、暑い可能性もあるんで、ちょっと風あるからね、どうなのか。今日はちょっと暖かそうなんですけど、マスクが飛んできましたし、あとこれ、ね、ブランケット、ね、これはちょっとね、マリン行くときは必須というかね、なんか急に寒くなって、ね、夕方とか風、海だから、それだから急に寒くなったりしますね。あとは風がね、あとはね、ピロリさんが作ってくれたシール持ってます。これね、僕はまあ、その普段球場行っても人と会わないんですけど、もしね、中野を見つけたよっていう方いたらね、高額な値段で売りさばきますので、また声かけていただければなと思います。あとはですね、これね、やっぱ最近はやっぱ流行り、最近の流行りということで、アクスタね、アクスタ持ってきました。今日は横山くん、そして、これもらったね、いただいて加藤選手、そしてキムタク持ってきました、ね、もうちょっとアクスタを持ってこなきゃいけない時代になっちゃってるんでね、今日はこの3選手で挑みたいと思います。まあ、こんな感じかな、僕がいつも持ってるのは。あとなんかね、今年はロッテさんに、あ、そう、なんか防犯用のね、水筒、会員のなんていうの、ファンクラブの特典で防犯用の水筒をもらったんで、ね、これ悪い人来たらこれで殴れるんで、そう、これを持ってきました。というわけでこんな感じですかね、僕が持ってきているのはね。というわけで、まあ、この後ちょっと試合を見に行きたいと思いますけど、今日ね、今シーズン、まあ、オープン戦は1回見に行きましたけども、ということで、今シーズン風でいろいろ飛んできましたけどね。まあ、というわけで、ね、またいろいろ。以上、中野とピロリチプロテおいチャンネルでした。